ラジオマヤークとは、全ロシア国営テレビラジオ放送会社が運営する、ロシア連邦のラジオ放送局である。マヤークはロシア語で、東大という意味がある。ラジオマヤークは1964年8月に、ニュースと音楽専門の放送局として、ソビート連邦時代に開局した。最近まで超波、中波、短波で放送していたが、現在は超短波とネット放送のみとなった。 放送開始前のインターバルシグナルは30分おきに流れる。曲名はソビエトのパイロットのためのビーコンの暗示からで2番目のプログラムの周波数で放送し始め数百万の加入者ラジオポイントで運営。5-25形式のおかげでソビエト発のバックグラウンドラジオ局になり1964年8月1日から2013年3月14日まで。 現在のロシア連邦全土に向けて大規模に放送されていた。GRK 魅翼は主にトークとエンターテインメントの放送を専門とする持ち株局のラジオ局の一つである、全ロシア国営テレビ放送局の主局である。現在でもロシアの8都市へ向けて FM バンド放送と CIS 優先ラジオ放送ネットワークで放送されている。 マヤークの創始者はペレストロイカを推進した一人、AN やコブレフと考えられている。彼が最初の局長で情報のメイン編集局全体統括は、ウラジミール・ドミトリエヴィチ・トレグボフであった。リュドミラ・ペトルシェフスカヤによる作品の回想からの抜粋、メインのウラジミール・トレグボフは、ハンサムで何度か結婚を繰り返し、完全に白髪で日焼けし、 魚雷のように廊下で口笛を吹く、いつも急いで過去のことを振り返って些細なことを掘り下げなかった。しかし、ある重要な瞬間にトレグボフは人生を終わらせた。いわば、東海にでチェコスロバキア軍導入の秘訣を決行するために1968年に自殺した。その後、彼は我らの心の中に徐々に生き残ることとなる。ラジオマヤークは、 ロシアのデジタルテレビの最初の多重放送に含まれている第2チャンネルで放送優先ラジオロシア国内のケーブルテレビでは番号1001でブロードキャストされているありがとうございます